薬種商販売業とは、旧薬事法で定められた一般用医薬品の販売業の一つである。改正薬事法による登録販売者資格の新設に伴い廃止された。1997年時点で17,600余名が医薬品の供給を通じて地域の経営医療に従事した。薬種商販売業の許可を受けるために申請者が 指定医薬品以外のすべての医薬品を取り扱うに、き必要な知識経験を有する者として、政令で定める基準に該当する場合、すなわち、大学、旧正大学、または旧正専門学校で薬学に関する専門の、家庭を修了しているか、あるいはそのものが、薬師商販売業務を行うにつき必要な知識経験を有するか否かについて、 都道府県知事の行う試験に合格した者、または8年以上薬種商販売業の業務を行っていたものであって、都道府県知事が適当と認めたものであることが必要であった。大学、旧正大学、または旧正専門学校で薬学に関する専門の課程を修了した者は人的要件が受験免除された。薬種商販売業者、 または自ら管理している薬局解説者が死亡した場合は、承継者が受験して販売業許可を受けるまで、当該店舗は医薬品販売が不能となるため、あらかじめ承継者として配偶者、または直系貴族のうち一人に限り試験を受けることができた。薬種商販売業の許可は、店舗ごとに店舗所在地の都道府県知事から与えられた。薬店は、 指定医薬品以外の医薬品の販売が可能だった。薬種商販売業者資格者は従事する職場が所在する都道府県に登録を申請して登録販売者となる。薬種商販売業は単に薬種商とも称されたが、江戸時代等に薬を扱う商店であった薬種問屋などとは異なる。薬種商販売業は法律上管理者の制度がなく店舗の構造設備、 医薬品その他の物品はすべて薬種賞自身が行うため、薬種賞は2以上の店舗で業務を営むことは認められなかった。店舗の設備基準と結核自由の2つが定められていた。薬種賞販売業者として店舗ごとの許可が必要であることから、証券者として受験する場合を除いて勤務予定店舗などの記載が必要である。 薬種商販売業として必要な知識経験の認定手段で資格試験ではない。受験資格は高校卒業後3年以上、または義務教育終了後5年以上、それぞれの薬局、薬種商販売業などで実務経験が必要であった。試験内容は学説試験と実地試験に分けられ、回答方法は主に記述式と選択式で、学説試験は 薬事放棄、医薬品の正常、貯蔵方法及び取扱い上の注意事項について、実地試験は、医薬品の実物鑑定及び取扱い方法について行われ、試験の試行時期はその都道府県の状況に応じて、適当な時期に一括して行われ、多くは年一回程度であった。薬種商販売業有資格者は、平成9年時点で17,600余名であった。 新制度の登録販売者試験合格者、平成20年8月第1回のうち、登録販売者数は、平成23年3月31日時点で9万5695名、ある。日本薬局方、各種書籍や問題集などで独学、勤務店舗で、実務、各都道府県主催の受験準備講習会、薬業専門学校、 実物鑑定付き通信教育などで対策し、受験準備講習会は、都道府県により平均的に30から40万円前後を要した。通信教育は、ビデオ鑑賞、テキスト、実物鑑定材料等も含め20から30万円前後が多かった。試験の合格者は、当該試験の合格後3年以内に許可基準である。 当初申請の計画に従った、薬種商販売業の許可が受けられない場合は、正当な理由がない限り合格の効力を失う。薬事法の一部を改正する法律の概要。厚生労働省。2010年8月1日閲覧。AB 薬事日報社。薬種商試験問題回答集薬事日報社。1997年8月。第7版。 1>, 1から478ページ。ISBN4 から840804656。薬事法の一部を改正する、法律等の施行等について。厚生労働省。2011年8月3日閲覧。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律。E 学法令検索。総務省行政管理局。 2011年8月3日閲覧、ありがとうございます。